こんにちは。CRS のバミコと荒川です。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は何なんですか？今回は、まあ、中古車ではないんですけど、はい、中古車にまつわるお話をさせていただこうかなと思います。はい、お願いします。はい、実は CRS 大阪店、まあ、横浜店もなんですけど、はい、買取強化してます。あ、買い取りしてるってことですね。はい、はいはい、今乗り換えの際の下取りでも大丈夫ですし、車両だけの買取もやらせていただいてます。おお、はい、そうなんですね。なんかそういう簡単な下取りができるアプリとかそういうソフトとかあるんですか？めっちゃそれいい感じです。それいきますよ。これです。 CRS 買取専用アカウントできました。まあこのバーコード読み取ってもらったら。おお、あ、はい、ほな LINE で写真とか情報送ってもらったら LINE で返答する。そうです。でもちょっとまあこれだけご了承いただきたいのが、はい、LINE であったり、まあ、メールでお問い合わせいただいて写真で見てっていうのは概算までしか金額が出せないんで、はいはい、まあ、最終下取りさせていただくときは一旦車も持ってきてもらって、はい、でそれを見て最終金額出させていただくとか。おお、そういう感じです。遠方の方でも最近よくあるのがもうほぼほぼ買い取りは決定させていただいて、はい、車を預けてもらいます。はい、うちで買い取るのをちょっと決めていただければそこから最終見て金額が上がるか下がるかは分からないんですけど。あ、ほなまあ最後のその状態見てってことですね。そうですね。やっぱこう情報もそうですけど、ね、はい、状態はやっぱ一番大事なんで。まあそうですよね。はい、ちょっとそこを見させてもらえれば。まあでもやっぱ一番早いのは店舗に来てもらって査定させてもらった方が一番。そうです。そのまで金額、正確な金額お出しできるってことですもんね。そうです。ちょっとまあお時間をいただくんですけど、はい、もしまあもしなんですけどご来店いただけるというのであれば、はい、電話だけ一本欲しいです。あ、ご予約がいるってことで。最近ちょっとまあ嬉しいことに来店も増えまして、まあ買取査定、はい、まあそういうのもやらせていただいてて、うんすごくまあお客様溢れているので、はい、予約一本だけですね。はい、連絡一本でもいただければ。まあ忙しい方はそのメールか LINE でってことですね。そうです。メールか LINE でっていうので、それがちょっとメールが苦手だっていう方は電話でも大丈夫なんで、写真とかだけをメールで送ってもらって、はい、会話は電話でも大丈夫なんで、はい、はい、そういうふうにやらせていただいてます。わかりました。ありがとうございます。はい、これどしどし、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 お問い合わせくださいませ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。